その前に今日の主催者改めて青木英子より皆様にご挨拶申し上げます。今あさっきも言いましたけれども、東京の人がこの小木山町でのライブ3年間ずっと主催をしてくれてます。とっても仲良しになりました。青木英子さんです。今日はありがとうございました。また入ってきて。いえいえ、はい、そもそもヨッシーさんのファンで追っかけてるみたいな形なんですけどここでヨッシーさん の, あのワインなんか、ライブがあって、でカレーをいただいたり他のお料理をいただいたりして、そしてヨッシーさん の, あのご家族さんともいろいろなあのつながりがあるというレストランっていうことが分かって、ここでなんかカレーとヨッシーさんの音楽が一緒になったら楽しいだろうなってただただ一瞬思っただけで3回目になっています。今日は遠いところからいろんなところからお友達関係とか誘っていただいて、今日はようこそおいでくださいました。楽しんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。いきなり行きまして、see you.
こういう状況ですんでね、自分のコーナーでない時もそこにいる。そんなすごい。戻らなくて。はい。あとで祭り稽古の世界、じっくり堪能していただきたいと思いますが、それではオープニングアクト。昔で言う前座をさせていただきます。何しようかな。今日朝フェイスブックパッと見たらですね、久しぶりにヨッシーのバイオリンが弾けるという書いてくれた人がいたんで、ちょっとバイオリン弾いてみましょうかね。めっちゃ嬉しい。はい。もう嬉しいなぁ、こと言ってくれるなぁ。もう君の目の前で弾こうか。よし、考えるよ。あ、間違えた。
もう今日はもうこれで終わったね。しまったな、ここにバイオリンのセッティングしたのがまずかったな。次のアップテンポでいきましょう。アメリカントラッドの、まあ、古い、フォークソングのフィドルチューンというかね、バイオリンの曲を4曲ほど弾いたんですがね、ラブタイムアニーという歌っていやタタタタタ、その前がデビルストリーム、とかね、それからオールドジョー・クラーク、1曲目オールドジョー・クラークで前はもう次目がなかったら分からへんですよ、どこで変わったかですもんね。次はシティオブニューオーリンズ。初めて通るこの道は大丈夫だよな、ハイウェイ通り過ぎる貨物列車の数を数え数えて指を折る。初めて一人旅には遠すぎるよと友が教えてくれたけど、今でなければできないそんな気がして、肩に食い込む荷物を担いだ。Good morning America, how are you? 通り抜ける風は18 feels 見えていますか？僕は今あなたを求めて旅に出た。5月の深い緑が燃えて夢にまで見て、バージニア・テネッシー、会う人すべてが僕のために優しく微笑んでくれる。誰にだっていつでも光は当たるものと人々は皆歌ってた。消えることはないだろう、その歌声は神の恵みの素晴らしさ。今あなたを求めて旅に出た。どれだけの道のりだったろう、遠くに霞んでそびえるニューヨーク、灰色の空を見上げながら旅の終わりにため息つく。都会の暮らしは忙しすぎて人は皆振り向くこともない。遠い昔を忘れるため、世界中の人が集まるようにさえ見えた。素敵な夢を見ておくれ、またいつか僕が帰ってきたら優しく微笑んでおくれ。 Sing good morning America, how are you? 通り抜ける風は18 feet 見えていますか？僕は今あなたを求めて旅に出た。大陸行くと、なんちゅうのかな、風景がズドーンって分かる。もう京都なんかはもう言葉もあります、ドンツキという言葉、もう行ったらドンツキっていう、向こうズドーンですよ、抜けてます。でアリゾナのハイウェイなんか行くと横がもうずっと砂漠でね、でもう真っ
すぐに道が行ってて、いつまで続くんやろみたいなね、飛行機で行くとソビエト連邦行くとそうですね、いつまで経ってもシベリア抜けへんヨーロッパの方もうほんまそうやね、同じ景色ずっと続いてるんですよ、あの永久凍土っていうやつ、もうすごいな、地球規模で行くとすごいなと思うんですけれども、そういうことを考えてるとですね、今日はそんな話ことが考えると俺って幸せやなと思うんですね。世間はもうなんかミサイルが飛んでくるとかね、もうなんか怖い話がめっちゃあるのに、ここだけはみんな愛し合ってるかい？何やそのケケ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 カエルに笑われてもらうね、本当にすごくかな、幸せな気分になりますな。まあ本当に、この会も3年目を迎えました。1回目から来てる人、何人かいる今日が2回目1回飛んで2回目はい、残念でございます、でも今日来れてよかったね、今日もですね、明るく行きたいと思います何を言うてんやろ求めるものは風の中と走り出す君よ、流れる雪の中で君の姿が風になる風。君は時をかける旅人風。自由を求めて僕たちは走る。
紹介したいと思います。僕はシティ・オブ・ニューオーリンズという曲の中はカザフという曲を聴いていただきましたので、この大好きな、ここ1年一緒に演奏するようになりました。それでも年に1回です。今日が3回目、紹介しましょう。京都、京都を不和向こう市阪急沿線に住んでます。今日は交通費が安いということに来ていただきました。松井恵子。の方もいらっしゃると思います。もう自己紹介は割愛しようと思ってですね、お手元のチラシの中探していただければ、私のプロフィールなんかもありますので、またお帰りの際に見てもらったら、なんかね、がっつり松井恵子ワールド歌っていいよってヨッシーさんが言ってくれはったんですけど、ちょっとヨッシーさんお願いがあるんですよ。あのね、ヨッシーさんといえばラジオで DJ とかされてませんでしたか？長いことやってましたね。私すごく覚えてて、ちょっとそれ風にラジオ風な、なんていうの、曲紹介をしてほしいなと。1曲目これなんですが、これをちょっと、ちょっと私弾いてますし、お願いしてもいいですか？いや、弾かなくていいんけど、しゃべりね、しゃべりね。リクエストカードもらってるんだ。それ。よし、こんばんは。あ、こんばんは。久しぶりやな、こうやってハガキ読むのな。なんかしわしわになったな、お前もな。よれよれや、雨の中通ってきたか。こんにちは、よし。僕は静岡県は茶摘み郡茶花町から弓を送っております。たまたまここにも、その、公開録音の場所にも静岡から来てる人がいらっしゃるという話を聞きました。岡崎の方もいらっしゃいますし、市場やったっけ、島田か島田だって、そんな人も公開録音のそのすぐそばのマイクロフォンのすぐ近くで島田って言ってますから、あなたのリードで島田も揺れる、そんな感じでございます。はい、夏も近づく88夜ということで、私たち茶摘み町の婦人会のみんなも一生懸命お茶を摘んでいます。たすきがけにね、あかねだすきに、茶摘み傘こうしておりますですね、あ、すげの傘でございますね、すげの傘、あ、すげの傘じゃない、すげの傘ね、とっても観光客の皆さんに喜んでいただきました。ある日、その杉の傘なんかをこう片付けようと南戸の方に傘を持っていきましたら、いや、そこに何があったかと言いますとね、末松さん、よしって言うてて、お前今急に末松さんとか何やねんってな。でな、次読むぞ。その南戸になんとですね、今使ってない、もう壊れてるのかなと思うようなカセットのオープンデッキがあったんですよね。いやー、でこれをちょっと開けてみるとですね、そのオープンデッキの中にカセットテープがまだ入ってるんです。動くかな、半信半疑で、僕はじゃない、お嬢さんだった。お嬢さんは、私は家のコンセントにカセットデッキを入れてみました。するとね、流れてきたんです。懐かしい歌です。初恋の頃に聴いた曲です。メローなメロディーです。歌ってるシンガーがいいんです。すごく素敵な曲をリクエストします。よしさん、かけてくれますか？へえ、かけるよ。はい、それじゃあ曲名を紹介しましょうね。好きな歌はカセットテープの中に、歌うは松井恵子。いつから聞かなくなったのだろう、たくさんのカセットテープ A 面 B 面タイトル読んだ瞬間、あの頃に戻れるね。ラジオから流れて
色色